こんにちは株式会社社エクストリウム代表取締役社長 CEO の佐藤翔平ですこういった形でですね、決算発表するのは、実はコロナの時に途中でライブ配信に変えていきまして、それから3年半ぶりぐらいだと思うんですけれども、ちょっと久しぶりなので、ちょっと緊張もしております。<laughs> よろしくお願いいたします。 それではですね、ちょっと一番最初に、まずあの皆様とこうやって対面でお会いするのも久しぶりということもありますんで、まず会社案内から、会社概要からですね、ご説明させていただきたいと思います。株式会社エクストリームと言います。本社は東京の池袋にございます。あと、名古屋のほうに、社がございます。 はいえー、っと社長が私です。それで、えー、授業内容なんですけれども、えー、っと3つの授業に、えー、分かれております。えー、1つがちょっとここあの、えー、表現がの仕方がこれ映るのかなえこれ押したら映るんですよ。えどう分かんない。あこれ飛ばすのか。いいや。はい、<laughs> 真ん中押すとどここれ あんまりわかんない。はい、いいです。はい。えー、っと、ここにゲーム、スマホ、アプリ、IT、ウェブ系、ソフトウェア、顧客、じえー、常駐型開発というのが、今、あのデジタル人材事業という形で呼んでいる事業で、えー、お客様のところにですね、常駐をして、えーっと、我々の技術者が常駐をしてですね、開発を行うというような事業になっていますで。真ん中にあるのが、えー、自宅開発という形で、えー、お客様からですね、我々のところに、お客 お客様から受託した開発業務をですね我々の社内で作ってお客様に納品するというような形になっております一番下がですねコンテンツプロパティ事業という形で呼ばせていただいております自社ブランドでですねものを開発販売をするというようなものもしくはここに書いてあるようなライセンス許諾で売り上げを上げてくるというような形の事業になっております続きまして 会社概要の2つ目、子会社の概要です。ここ数年でですね、子会社もかなり増えてきました。ちょっと下のほうの連結子会社の方についてご説明させていただきます。一番左からエクスラボ、続きまして、これがどういう事業に携わっているかということをもっと一緒に説明します。エクスラボ、これは自宅開発事業を行っております。 場所も東京の池袋、われわれと同じビルの14階におります。で続きまして、エクストリームベトナム、これはです、ね、ベトナムのハノイの方でやっておりまして、われわれのです、ね、エクストリームから受託、エクスラボから受託というような形で、基本的には90%近くが、ね、関連会社からの受託を取っているような企業です大体120名ほどの企業です。 真ん中がドラガミゲームスこれはコンテンツプロパティ事業でして3年ほど前にカドカーゲームスから独立をしてですねドラガミゲームスという形をわれわれが100%出資で作った会社になりますカドカー k a w のコンテンツもあの d o k ー w a のコンテンツもこちらで継承しております、はい、続きまして隣に SS これはですね自宅開発事業になっています。ます、あ あの私どもと同じような事業形態をとっておりまして、えー、あごめんなさい、えー、基本的には自宅開発なんですけれども、えー、お客様の方がです、ね、エンタメ系と非エンタメ系の2つをやっている会社です。ePark ーークテクノロジーなんですけれども、まあ、こちらちょっと、えー、先日あの IR を出させていただきましたけれどもあの、まあえー、この今月末を,を予定しておりまして株式を ePark ーー様の方に譲渡するような形で考えております。 続きまして、じゃあ、それぞれの事業の概要をご説明させていただきます。デジタル人材事業ですと、ここに真ん中にあります、派遣または請負う契約という形で、基本的にはお客様のところに常駐をして、業務を行うというような仕事になっております。少なくは1人から、場合によっては20名ほどのチームで、お客様の方に常駐して開発をしております。 あとで、あの、比率についてちょっとまた詳しく説明し、えー、させていただきますが、えー、っと、今、非エンタメ系とエンターテインメント系の割合が、えー、っと、この事業においても、えー、非エンタメ系の方が増えてきたというような形になっております。はい、えー、続きまして、えー、受託開発事業です。 えっとまあ、これもあの読んで字のごとくなんですけれどもお客様からお仕事をいただいて我々の社内もしくは子会社の方で開発をしてですね納品をしていくと,、えーっとあのまあ、人材の方とちょっと違うのがですね事業の性質がちょっと若干違うのは自宅開発の方はノウハウだとかナレージを社内の方に蓄えてやっていってますんでまあ 人材現場に出してしまうとですねなかなかノウハウっていうのがあの社内には残らないんですけれどもこの自宅開発事業というのはノウハウを残すことによって、えー、利益率を高めていこうというような、えー、と形で考えてまあ数、えー、始めて数年はなかなかここの利益率が上がっていかなかったんですけれども、えー、ここ、えー、特に、えー、っとこの、えー、新,新興期じゃないな、えー、前期、えー、2023年 4年の3月期に関しましては非常に利益率が伸長してきた事業になっております続きましてコンテンツプロパティ事業、まあ、これは何回かこの場でもです、ね、ご説明させていただいたとおりメサイアゲームズというライセンメサイアというです、ね、ゲームブランドを我々の方で保有しておりまして基本的にはライセンスアウトという形で今事業を行っております 続きまして、えっと、ドラガミゲームス、えー、これがさっき、えー、ご,ご説明さ,させていただきました、えー、2022年6月、k a d o k a w の保有する、えー、知的財産権を、えーをえー、こ,こちらのほうにあの、えー、タイトルの権利も含めて、えー、と取得しております。 えっとまあ、ここで、この一番左、向かって左の、えっと、ロリポップチェーンソーというタイトルがあるんですが、まあ、これはあの過去100万本以上売ったタイトルでして、えー、今年の夏にまた発売する予定でおります。はい、続きまして、えっと、エグゼクティブサマリーという形で、この2024年3月期の,あの数字をご説明させていただきます。 売上高102億1700万円、売上総利益2800、ごめんなさい、28億9600万円、営業利益10億9700万円という形で、それぞれですね、前年度比、えーとまあ、売上高に関しては115%、慎重で、慎重しました、営業利益に関しましても107%という形で、伸、えーまあ、ばすことができたというような年です。 特にですね、えー、売上高に関しましては、あちょうどですねあの、ちょっと話ずれちゃいますけれども、わ、え、れ、ー、われ2014年に、あのまあ、そこの隣にある東京証券取引所に、えー、金を突きに来ましてですね、えー、上場しまして、えーまあ、その時にですね、えーっとこうえー、次の目標は何ですかという形で聞かれたんですけれども、100億、売上高を100億にしたいと。まあ、当時、えーっと、売上高が20億 いかなかったような状態だったんですけれども、えーまあ、約10年かかってしまいましたが、なんとか売上高に関しましては、5倍に伸ばすことができ,できました。で、まあ、それを、えーまあ、中期目標である、売上高100億円達成という形で、えー、書かせて記載させていただいております。<laughs> はいえー、営業利益に関しましまては、えー、っと今 実は採用、えーまあ、これは我々の業界だけじゃなくてどこの業界でもそうなんですけれども、えー、採用というのが非常に、えーまあ、うん苦戦というよりは難しい。 あの、どう人を引き付けていくか、どうやって我々の会社に向いてもらうかというような形で、大きくやっぱここには投資をかけております。そのただ投資コストを吸収しましてですね、前期に対して増益で着地することができました。はい、続きまして、ここはあのもう本当、それ、今言ったことを過去の履歴とともに、えっと、防線グラフで示したものなんですけれども、 えー、特にですね、えー、そうだなあの経常利益のところ、えーえー、っと2020年ごめんなさいあそうだ2020年3月期えー、っとここから一回あのー、ぐんと下がってしまってるんですけれどもまあちょっとここはですね さっき言ったあのメサイヤのゲームブランドでライセンスでの,あの売上高が非常に高くてですねまあそのライセンスということなのでまあ原価がほとんどかからなかったという形で非常にあの利益率の高いビジネスができたんですけれどもまあそうですね売上高がこの当時71億なんで,ですねそういう意味では非常に高い営業利益率だったんですけれどもああのいずれこれは落ちてくるよという形で実は会社では言っていました。 そのライセンス収入というのはあの未来永劫続くようなもんじゃないので落ちてきますよというのがまあ翌年からぐんとこう落ちてるんですけれどもなんとかそこを回復させようという形でできたのがあのまあこの新当該期なりになりますはい続きまして配当ですまあこれ我々はですね配当成功を20%あのまあ売上利益あま利益が多くなれば あの皆様に還元できるだろうという形で、20%を上場代ですね、ここを守っていこうという形でお約束しております、で20%を目安という形で、今期もやらせていただきまして、1株当たり38円と、前年の比で8円の増配というような形で、なるする予定です。はいえー、続きまして、さらにちょっと決算の概要、ちょっと詳しく説明させていただきます。 はい、連結の計算書なんですけれども、ちょっとこれはあの文書のところを読み上げさせていただきます。通期の売上高はデジタル人材事業、自宅開発事業の2事業において、全期比増収を達成いたしました。デジタル人材事業の営業利益が外部協力会社の要因稼働のプロジェクトの増加に伴う利益率の低下により、全期期減となる一方、自宅開発事業は大型案件の受注による コスト効率の向上により大きく増益となり営業利益は全期比で増益を達成しております外貨建て保有資産の為替差益により経常利益もは大きくこれは伸長したというような形になります、はいえー、連結の対策対象表に移ります 自己資本比率は61.5%、ROE が21.9%というような形で客観的に見ても非常にいい会社だなという形で対策対象の話となっております。続きまして、売上高の推移です。先ほども申し上げましたけれども、売上高は100億円を突破しました。ここは本当私 一つのまあ経営者になってですね売上,高売上高100億円のやっぱ社長になるっていうのは、えー、一つの夢でした、まあ、そこを、えー、達成することができたということで、えー、一つのこうあ一つのばっかりですね <laughs> あのまずちゃんと、えー、スタートラインにある意味またスタートラインに立てたなというような形で、えー、今あの役職員一同ですね新しいスタートラインに立ったんだと。 いうことで,で、えっと、新しい体,体制というかあの仕組みですね新しい仕組みで、えー、さらに2倍3倍にしていまあできれば本当にこの、えー、10年かかってできた5倍五倍をですね、えー、この2年3年まあ2年は無理だな、はい、あの3年から5年でですね半分の時間で、えー、同じことを達成していけるような仕組みを作っていこうという形で、えー、みんなで話しております、はいえー、ちょっとこの表に戻ります。 売上高に関しましてはですね特にやっぱり自宅開発事業ですね、えー、自宅開発事業が、あのーまあとね、年を追うごとに、えー、ずっとこう上がっていったというのがあの今の現状です。はいえー、ただまあさっき言った通りちょっりコンテンツプロパティ事業が、えー、2019年20年と、えー、それ18年ぐらいからこうそこが、あのー、伸びてきたんですけれども、あのー ちょっと人人断落しているというようなのが現状です。<laughs> はい、えー、続きまして、えー、営業利益の、えー、推移です。はい、さっき、えー、先ほど申し上げた通り、えっ、ー、と2019年をピークにですね一,一瞬下がっているんですけれども、えー、そこからあの今また上がり出している、えー、スタートラインだというような形で考えております。 はいえー、っと続きまして、わ、ま、れ、あ、我々にとって、えー、っと人件費が売上原減価であり、売上を作る源泉、えーまあ、になってます、そういう意味ではあの、連結の従業員数の推移というのは、えー、重要な、えー、重要な KPI って変だな、KPI になっておりまして、えー、っと常に、まあ、数を意識しているというような状態です。 はい、えー、っとここにありますとおり、えーまあ、これはあのクォーターで書いてあるんですけれども、えー、順調に増えてきているというのが現状です。はいえー、続きまして、えっと、セグメント別にご説明させていただきます。はい、デジタル人材事業なんですけれども え、売上あ、これ、見方なんですけど、ちょっと、えー、面白い、えっ、ー、と、防線棒線グラフにする実は面白い形になっておりまして、これは1年の、あの、ずっとこう、えー、取ってるんですけれども、えー、っと、4月から始まって、6月にザーッと上がってきて、えー、7月に1回落ちて、で、えー、7、8、9とあって、そで、まあ、これ9月から10月、まあ、だいたい一緒ぐらいなんで、えー、っと、12月また落ちて、12月から1月落ちると、まあ、実は、 えっとまあ、これ見て,見て、えー、皆,皆様勘のいい方は分かると思うんですけどこれ3か月ごとの契約になるんですね。で,ですんであの一瞬ちょっとあの契約後悔があったりして、えー、ちょっと落ちるんですけれども、えー、また上がってくるというようなのが、えー、今のトレンドになっております。はい、単単月月でもです、ねえー、下期以降は、えー、っと単月売上高億円超を達成ししてておりまして、えーまあ ある意味こう、基本的にはストックのビジネスですので、だんだん上がってくるというような形で、えっと、の推移を取ると想定しております。これから先も。はいえー、続きまして、デジタル人材事業の稼働数と平均,平均単価です。稼働数に関しましては、えっと、ずあのどんどん増えていっております、えっと。ここにですね、プロジェクト数が防線グラフ、えっと、プロジェクト単価が折れ,折れ線グラフになっておりますけれども、あ えっと、我々の,あのこの原価の作り方なんですけれども社員、えー、基本的には、まあ、あの上場した時はほとんど社員がほとんどだったんですけどなかなかやっぱり、えー、それだけではですね、えー、このいわゆるこう需要にあのお応えすることができ,できなくて、えー、っと社員と今パートナー企業から、えー、人をお借りしてということと、えー、あとフリーランスっていうのをはめまして、えー、エクストリームフリーランスに登録された、えー、方々の えー、を原価として、えー、と売り上げを立てていっております。えー、その三つがまあそれぞれ、えー、と相乗的にこう、えー、いい効果を上げていきまして、プロジェクト数はどんどん上がっております。えー、プロジェクト単価もですね、あのー、まあ昨今、えー、と給与を上げようとか、えー、まああと、えー、と物価が高くなってきたということもまあもちろんそういうあのあれもあるんですけれども。 ちょっとさっき申し上げた通り我々今ゲ,ゲームから非ゲームのところにちょっとあのシ,フトもシフトというかまあそっちを増やそうとゲームはゲームでもちろん重要,重要なあのお客様なんでそこはそこでえっと守りながらもですねそれ以外のお客様の数を増やしていこうということで、まあ、それを行うことによって人間スタを上げていこうというようなえっと施策もとっております。 はい、えー、続きまして、えー、クライアント数です、えー、左側の図がクライアント数になっておりまして、えー、クライアント数はまあこちこちらあります通り、えー、順調に増やしております、えー、っとこれもまあ、ちょっとねさっきも言いましたけれどもゲームの方っておそらくはあの私どももう東京にあるゲーム会社は ほぼ100%取引ができたんじゃないかなと思ってるんですけれどもやっぱりそれ以外のところを増やしていくっていうところで今順調に増えてきてきますでプロジェクトの属性なんですけれども先ほど申し上げたとおりこの濃い青がですねエンターテインメント系薄い青紫っぽい青が非エンターテイメント系なんですけれども。 えっとまあ、それを全部プロジェクトの数を100%として見た時の,あのパーセンテージです。えー、エンターテインメント系が、あのーまあ、非エンターテインメント系に、えっと、このに、えっと、あ実は 会社全体では数年前から非エンタメ系の方が大きかったんです。それは自宅開発も入れてという形で、ただ、あの個人デジタル人材事業の方においては、非エンタメ系の方がああは、えー、やっぱりまだエンタメ系に負けてたんですけれども、前年度から、えー、とその50%を超えてきたというような形になっております。はいえー、続きまして、自宅開発の、えー、と説明させていただきます。 えっとまあ、我々自宅開発を、えー、どういう形で管理運営していくかって、えー、なんですけれども、まあ、我々の自宅開発っていうのは、えっと、ストックととフローという形にわ分けてますえそれはどういうことかといいますと、えっとまあ、今、えーまあ、皆さんポケットの中にスマホが入っていると思うんですけれども、まあ、スマホのアプリっていうのは、まあ、これゲームだけじゃなくてもね 1> 1回サービスインしてからそのまで運営フェーズに入るイコール、まあ、そのサービスが人気あれば人気があるほど人気,人気が、えー、継続できるほどですねずっとこういわゆるストックビジネスとして、えー、我々はお客様とずっといい関係で、えー、それをあのビジネスを続けられていきますだからそ,そこをストックと呼んでましてでフローっていうのはあのーまあ、納品して終わり、まあ、昔そうだな、えー、っとゲームなんかだったら本当に。 そそれこそ発,売日に発,、えー、発売日の前にも納品をして、えー、完璧にできましたっていったらもうそこで一回ビジネスが終わっていくっていうのを、えー、フローという形にで見てますただ、あのー、初めてのお客さんでいわゆるフローからお付き合いをしてその後にそのままストックになっていくような、えー、ビジネスを基本的には、えーまあ、それを目指しているというか、まあ、それを中心に開発をしていって、えーまあ、ここにあるとおりこの図であるとおりですね、えー、フローを伸ばしていこうというような形で 運営をしております。はい、まあ、細かくはまあ、数字はもうあの見ての通りですので、えー、ご覧ください。はい、えー、続きまして、えー、自作開発事業の売上総利益の推移です、えー。開発リソースの稼働率のアップにより、えー、前期、えー、第4四半期以降収益率が、えー、まあ、うん、あのー、非常によく改善してきました。えー、まあこれあと あのまあ我々の、えー、自宅開発のやっぱ強みがちゃんとお客様に理解されてきたというような形で、えー、という形で自分、えー、分析をしております。はい、えー、続きまして、えー、自宅開発事業です。えー、こちらあの売上高の推移が、えー、ございます。えー、っと基本的には、えー、新規と既存まああの既存のプロジェクトお客もやっぱりあのえー、っと需要あ例えば 人材のビジネスだと従業員が従業員と技術者の従業員が何年いるかっていう、まあ、ライフタイムなんですけれどもこの自宅の方はあのお客様と何年付き合えるかっていうところがあの大きな、えー、重要な指標に、えー、置いておりましてですね、えーまあ、お客様と長く付き合うことによって、えー、既存のお客様のプロジェクトがどんどん増えてきているというような形になっております。 え続きまして、えーあまあ、この右側の、えー、とエンタメ、えー、非エンタメに関しましてはさっきも、えー、ともと、まあ、自宅開発を足すとです、ね、非エンタメの方が多かったですよというような形でもともと多いんですけれども、えー、っとさらに非エンタメも多くなっていますただしエンタメ系の方もいろいろ我々デジタル人材事業のお客様からいろいろお声掛けをいただきましてこれもあのまあ 劇的には増えてないですけれども、徐々に増えていっているような状態になっております。はい。えー、続きまして、コンテンツプロパティ事業です。えー、っと、これはですね、あのまあ、見てのとおりなんですけれども、もともと3年前、えー、FY2021 の年にはですね、えー、っと、もうライセンスビジネスだけ、だメサイヤのライセンスだけだったのが、えー、っと、2022年から、 23、まあ前期においてはですね、まあ、ドラガミの、えっとまあ、こ,ここはまだ本当に基本的にはリピートだけの売り上げなんですけど徐々にこういったあの形で自社ブランドのものが増えてきているというような状態です、はいまあ、今後もここに関しましてはですね、まあ、さっき、えっと、利益率それぞれの事業の利益率っていう話をしましたけれどもこの自社ブランドのものが売れていくとあのもう利益率があのかなり すみません、こう、定性的な言い方で申し訳ないですが、かなり、えっと、改,改善っていうかよ、よくなっていきますんで、えー、ここをあの当てる、まあ、ある意味当てることによってです、ね、えーまあ、会社のブランドイメージもかあの変わってくると思いますんで、えー、なんとかあの当てていきたいと考えております。はいえー、販売管理費、販華費ですね、えー、の内訳について、ご次に、えー、続いてご説明いたします。 えっと、ここで、えっと、見ていただきたいのは、えー、採用コスト、ヒューマンリソースっていうのが採用コストですね。えっとまあ、前年度、えー、この1級から4級に比べてと、そのさらに前,、まあ、前年、その前の年ですね、2020年の22年の4級のこのヒューマンリソースのところを見ていただければ、 えもうあの一目瞭然で上がっているのが分かると思います。まあ、こ,れここはあの他社競争力っていう実はこの採用のところは非常にやっぱ重要でしてえどんだけえ他社に勝てるかえ我々を魅力的に見せるかっていうところにえっと今現時点ではあの大きく投資をしていこうと、まあ、今の進行期に関しましてもえそういったあの形でえ予算を組んでいっております。はいえ じゃ続きまして通期の、まあ、今の進行期の計画ですね、えっと、をご説明させていただきますこれはもう数字をちょっと読み上げます、えっと、売上高110億円営業利益10億円経常利益10億5000万円というような形で今計画しております売上高に関しましてはデジタル人材事業が73億1800万で全比が119.5%増と。 いう形です自宅開発事業に関しましては34億7600万円全域下がるんですけれども、えーっとまあ、これはちょっと冒頭申し上げたとおり ePark クテクノロジーというのが自宅開発事業に属しておりました、まあ、ちょっとそういった影響もあって売上高はちょっと若干下がるというような形です。 はいえー、続きまして、コンテンツプロパティ事業、えー、これはですねあ、ごめんなさい、7億3700万円、えー、前期177%、まあ、ドラガミゲームスの、えー、自社製品売上高を、えー、計画しております。はいえー、っと続きまして、まあ、配当なんですが、まあ、これは本当に利益に、もう完全にさっき言ったパーり20、20%というような形で、えー、見ておりますんで、えー、利益と,、えー、っとそのまま比例関係にございますんで、 一株当たりの配当をあのまあ今の現時点では二十六円という形で、えー、計画の計画になっております。はい、えー、ではご説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。えー、それではご案内の通り最初は会場にお集まりの皆様からの質疑応答に入りたいと思います。えー、ご質問の方は挙手していただければ高いものがマイクを持ってまいります。 なおこの IR ミーティングですけれども、失業と部分を含めまして全文を書き起こして公開する予定ですので、特に希望される方は質問する際に指名を名乗らないでください,、はい。ご質問いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。お願いいたします。どうも本日はありがとうございます。 東洋証券の安田と申しますちょっといくつかあるので一つずつ教えていただきたいんですけれどもあの まあ売り上げ100億にようやく到達したという言い方がいいかと思うんですけれども、一番最初に佐藤さんにお話伺ったときには、100億目指してますみたいな話を伺った記憶があるので、非常にまあ感慨深い、で今、足元、非営のためのところが伸びているんですけれども、この背景と今後の見通し、今年も伸びていくというのは、どういうふうなこう形で伸びていくのか、えー、とどういうふうな事業領域で伸びているのか、そのあたりについて教えていただけますでしょうか。はいえー、とどういうい背景に っていてところに関しましては、えー、我々、えーまあ、例えば非エンタメ系で、えー、こういったあのソフトウェア IT 系技術者の、えー、派遣というようなところで、えー、もう本当例えば SCS 系をはじめとしたです、ね、もう鉄板のような、えー、と分厚さが我々の上にあるんですけれども我々には実は強みがありまして、えー、我々もともとエンタメ系からあの入ってきました。えー、このエン とまあ、IT というところに関して言えばあのエンタメを除いた IT というところで、えー、と実はあの今あのスマートフォンだとかっていうデバイスはどん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 画面も大きくなって、えー、プラスあの無料というのがあのこれはあ、えー、とゲームじゃなくてもアプリって基本的に無料だというような形で、えー、と一般ユーザーに浸透しております。で無料ってどういうことかって言ったらあの分かりにくいものを作っちゃったらやってくれないんですね。 でただ我々はそのゲームっていうところで、えーっとまあ、今 UIUX という言葉で言われてますけれどもそれこそ本当にあのやってくれなかったもう収入に何もならないようなものをやっぱ作ってしま,っ,てしまっちゃいけないんですけれどもただゲームっていうのはやっぱりそういった意味で無料で入っていてそれでなんとなあの最終的にはそれをユーザーを全部使い方から何から分かってもらうようなノウハウを持ってます。で いやそういったあの、まあ、デバイスの変遷もあってです、ね、我々の,あの、えっと、領域が入りやすい領域が生まれてるということあともう,もう一つ今はまだあんまり強くできてないんですけれどもあのそのさっきもちょっとゲームっていうお話で、えー、お話しさせていただくと,、えー、っと例えばそうだなあのドラクエだとかで、えー、こう敵が出てきます。 敵はあの我々の操作と関係なしに、えー、例えば戦ってきたりあのしますので実はそ操作をある意味相手の操作を覚えてそれで勝ちに来たりとかいわゆる AI ですそんな今みたいな AIAI ってなかった時からやっぱそういった設計をしている技術者っていうのが、えー、たくさんいます。で、えー、っとそういったところをやっぱ伸ばすことによってですね、えーっとまあ、新たな領域それであとあの人間単価を上げていくと。 いうようなことがあの将来やっていけるのではないかというような形では考えています。わかりました。ありがとうございます。二、はい、点目がエンターテインメントのところなんですけれども、まあ大手のパブリッシャーさんが結構損失を出して外注を減らすような動きって出てきていると思うんですけれども、オンシャーに対する影響がまあ今後何かしら出てくる可能性があるかどうかという点ではいかがでしょうか。あのあ正直申し上げまして、やっぱ影響あると思います。 まあさここ本当に、えーまあ、我々も今朝発表あのこのタイミングでしてますけれども、まあ、3月の会社が多くて、えー、いろいろあの新聞なんかにもあのゲームの業界のことが書かれてますけれどもやっぱりタイトル数が、えー、全体的に、あのー、減ってる、あのー、とか、えーまあ、この間新聞で書いてあったのは、えー、やっぱり特存で落としました、えー、だとか、えー、あとはサービスしてもすぐ終了しましたみたいな。 状態が生まれてますので、我々にとっても影響はあると思います。<laughs> まだからそうそういったあの影響をあのモロに受けないようにですね、そのその我々のできるそのを広げていくというのが、あちょ,ちょっと質問からずれちゃいましたけれども、あの今の我々の施策です。 ではもう単入にこう2、3年のスパンで見たときには今他の案件もあるのでそう大きな影響を受けなくて済みそうだっていう感じなんですか。そうですね。あのそういう意味ではあのゲームのところだけで言うと例えば我々はこう塊で二、えーえー、年先のえっ、ー、とタイトルを、えー、受けてたような形じゃなくてですね、えー、今お客さんのところにえっ、ー、とまあ あの冒頭申し上げましたように最低は1人からえ行ってるようなあのプロジェクトが多いんで,ですね逆にあのプロジェクトを減らす人を減らすっていった時にえじゃあそこはあの例えばまあちょっとあのうちの社内ではあんまこういう言い方しませんけれどもえ派遣で済ませようよというようなそういうトレンドが一部あるなというのもあのはいえと感じております。 ありがとうございます最後なんですけれども、あのコンテンツプロパティ事業が今季、ライセンスが減るにもかかわらず、大幅な増収計画になっているんですけれども、ここについてどういうふうに見ておけばいいか教えていただけますが、コンテンツプロパティ事業が。あのライセンス収入が減るっていうふうに書かれているんですけれども、全体では大幅な増収になっていまして、はいはい、ここの背景を教えていただけますでしょうか。 発売する予定です。はい、それがあの盛りをそれを盛り込んでおります。じゃまあ自社の発売タイトル単価も高くて数量も一定量は見込んでいるので売り上げを伸ばますおっしゃる通りです。わかりました。はい、どうもありがとうございます、はい。ご質問ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。はい、お願いいたします。ああどうもいあのい,いつも。 ご丁寧なご説明ありがとうございます。あの、前の安田さんとなんか感想がかぶっちゃうんですけども、10年前に上場されたときは、正直、100億って行くような会社さんには見えなかったんですけども。<laughs> いやいやいや、それは分析する <laughs> あの先生には <laughs> いやいや、あの、10年で、まあ、業界として大きくなられたかと思うんですけども、業界のペース以上に、 まあ10年で10倍というのは大きくされたのは素晴らしいなというふうに拝見するんですけどもあの質問といたしましてはこの社長にこの100億というのの,このご自身の,このですか、ね、事業家としての中での位置づけみたいなのをお聞きしてみたいんですけど、まあ、上場した時は一つのこう区切りだったかとお見受けするんですけども100億にしたというのも一つの区切りとして。 こう死ぬ時に思い出す話じゃないかな <laughs> 思うんですけどもこっからさらにじゃあ300・500・1000っていうところを目指そうっていうイメージなのか、まあ、だとしたらこうどういうところがこうなんですか、ね、さらにこう大きくするためのこうドライバーになっていくとお考えなのかそれともまあ ある程度まあ100億でスタンダードの会社としてもまあなんとかか形がついてきたので1 <laughs> つ、ここは安定した次のステージを考えようかなみたいなそういうところなのかあのどこの一区切りに外から見てると、はい、映るんですけどもどういう位置づけだとお考えなのかをちょっと詳しくお聞きできればと思います。 はい、えっ、ー、と冒頭ですね、えー、多分この後から来られたんで多分あれなんですけどやっぱ100億って今やっぱスタートラインだと思っててえっ、ー、と、まあ、新たなスタートラインに立ったという形で考えています、まあ、特にですね今期からあの来期来期は実はあの来年度設立20周年なんですね。 でえー、この20周年っていう時にもう一回ちゃんとしたあのスタートラインにた立てるようにするのがやっぱこの今期だと思ってて、えー、っていうのが今の現状です。であの、まあ、それこそあの小島さんの本も読ませていただいてですねいろいろこうああこうやって皆さんみ見てらっしゃる、まあ、それは私じゃなくて皆さんだからこそいろんな会社があの見えるからこそあ こう、そうだな、あの、経営、経営というか、うん、まあ、実は私も20年こう経営者やってきて、経営のなんかコツみたいなところも、あの、ここを刺激しなきゃいけないっていうのも、あの、ちょっと変な言い方だけど、あの、やっぱ、なんとなく分かってきました。んで、で、それは、あの、今、あの、今日も、えっ、ー、と、1、2、3、私以外3人来てますけれども、えっ、ー、と、いいチームになってきたなっていうのがあって、で、やっぱり、こう、会社を成長させるためには、 本当にそれこそあちょっと話ずれちゃいますけど今のドジャンス、えース大谷がいて、えー、それであの前後にもすごいあの打つバッターがいてですねやっぱりいい人たちがとでも大谷がこうね1番2番打つっていうのもやっぱりあれ監督の,こう,あのうまい采配というか、うん、やっぱりこうそうですねだそういうなんかこうやっぱりドジャース、まあ、優勝するかどうか分かんないですけれども。 でもやっぱりそういったところをどうしていくかみたいなのはあのなんとなく分かってきたなっていうのが今の現状なんでそれを、えー、さっき、えー、話を戻します、えー、っと100億っていう新たなスタートラインに立ってやっぱり300500と会社ではそう <laughs> 言ってます、はい。っていうところを目指していく。はい、あの途中の こう説明の中でもまあやっぱり人を取る工夫がもう少ししたいみたいなお話されたかと思うんですけども売上は倍になったけど人の数は2倍だなっていうところはこう改めて数字で拝見してあのいいのかそれとも何ですかねこう伸ばす力としてはそれが弱いのかって思うんですけどもな何がドライバーというかこう次の。 こう大きくさせるときにいやあんまり少数頭の数じゃなくて少数精鋭でやって今度は IP でいくんだというところなのかこう派遣の事業とかやるならもっといないとここで伸び悩んじゃうんじゃないかなとか見えるんですけど,どこ,うこ,うこれからの,こうなんですか、ね、の伸ばしどころというかこうど何が伸ばしどころになって、はい、こうそれはどんな数字で出るというか。 外に出てどこら辺なんですかっていうところを教えていただきたいあおっしゃるとおり、えー、派遣事業っていうことで考えると、えー、労働集約型ででしてです、ね、やっぱ原価をどんだけ集めてくるかっていうところが、まあ、今幸い日本の場合は非常にこう、あのーまあ、我々にとって追い風は人が足りないだから集めたもん勝ちだみたいなところは確かにあります。ただだ、えー、それだと利益率が上が上っていいかない あのまあもし何かがこう状況が変わったときに非常にそ,そこの,あのコストがが足枷になる可能性がありますただあの我々が今あの目指しているというかそう目指している形っていうのはあの自宅開発においても自社のエンジン強みを持ってですねお客様に売れるものでそれで B2B で成功していくまあだからあの単なる自宅開発で、えー、と受けて終わりじゃなくてやっぱり。 あのまあ、例えばコンサルフェーズお客様が、えー、の課題を聞いて、えー、こういうもので、えー、こういう形で IT で解決しましょうっていうことによって、えー、人間スタンクがガクンと上がってくるとかっていうのが自社開発の,あの目指すべきと、まあ、それがあの裁判にもです、ね、前期からこうずっとこう利益率が上がってきたのはそこがあのやっとあの、えーまあ、ドライバーまだかかってないですけどこうグッとこうあのスイッチが押せたっていうような状態になってます。で えっと、あとコンテンツプロパティさっきあの安,田社長あ安田さんからも、えっとごえー、質問ありましたけれどもやっぱコンテンツプロパティで、えー、何かをこうちょっとあ,あんまり言い方よくない当てるっていう言い方よくないんですけどでもやっぱり、えー、そこに貼るっていうのは私はすごく重要だと思ってとあと、まあ、これは本当にあの皆さんには釈迦の説法かもしれないですけれどもあのー あそうだなその新聞にです、ねえー、とそうバンダイナムコだったと思いますけれどもあの本当に大型タイトルとあと世の中でインディーゲームっていうのが、えー、新しい潮流なんででもあのでこれはちょっとあのバンダイナムコさんの、えー、失敗であのお話しされてたのはその間に投資いっぱいしちゃったんだっていう話が出てましたただ我々,の我々はその間も大型もあ投資はできません。ただ 今のドラガミっていうのは世界に売れるインディーゲームだと思っててそういったあの日本であんまりこう、えー、できてないまあアマチュアはでもできてる人たちいるんですけれどもプロとしてできてない領域をコンテンツプロパティ事業でなんとか当てていきたいというような形でそれあの過去まあもちろんラングリッサもいいいあの。いいあの パートナーとお付き合いできたんで当たりましたし、で今後ドラガミが発売するタイトルも私はあのそう当てることのできるスタッフと一緒にやってると思ってます。これなんか変な質問で恐縮なんですけどこう、御社の個性とかってこう上場直後の頃から池袋池袋とおっしゃってる割には。 なないなっていうのは何ですかねその IP の会社でそういうこうい,いる場所を色にしていくっていうのもあっていいんじゃないかなと思ってこう御社がどういう池袋感を出すかなとかは注目してたんですけども、うん、何ですかね何か,なんかこう個性の出しどころがまだまだ。 10年経っても模索してるようにも見えなくもないんですけども、御社のカラーとかってどんな風に出してるんですかね？あのまあ、そういう意味では池袋館っていうので言うと、あの実は我々えっと。多分。我々は渋谷にいたらダメです。埋もれちゃう。池袋だからこそ。 あのこのポジションに今いるしじゃあ今度はじゃあ池袋でじゃあ何ができるかそれはちょっと今あのいいご意見をいただけたのでちょっとまた考えていきますはいテーマにしますご質問ありがとうございました他にご質問いかがでしょうかせっかくの機会ですのでご質問があればよろしいですかあとあのえー オンラインでご参加の方のご質問も今のところないようでございますので、えー、ご質問は出尽くしたということでこれをもちましてですね決、えー、算説明会を終了させていただければと思います、えー、佐藤様ご説明ありがとうございました、はい、ありがとうございますありがとうございます